こんにちは。こんにちは。サルベージ師匠、ちょっと今日お願いしたいことがありまして。はい、何でしょう。これなんですけどね。ほう。どうしたんですか、これ。もらった木なんですけど。あ、もらったんですか。はい。はい、何の木かもちょっと僕わからないんですけど。そうですか。ちょっと、盆栽にしたいなと思って。はい。はい。なりますよ。ほんまですか。なります。ちょっとお知恵をお借りできたらと思いまして。あ、もちろん。はい。じゃあやってみましょう。はい。よろしくお願いします。これちなみに、はい。なんていう木なんですかね。全然わからずにもらってきちゃったんですけど。これ、何に見えます何に見えるかですか何に見えます何ですかね、これ。アスパラかなあ、違います。あ、違う。違います。あ、ちょっと、心拍っぽいっちゃ心拍っぽいですけど。心拍知ってるのにこれ知らないんですね心拍知ってますよ、それはもう。ああ、うん、有名ですもんね。そうなんですかね。有名ですね何を知ってて何を知らないのか全然わからんもんこれヒノキで。ヒノキ、はい、はあはあははあ、で、石化ヒノキです。石化ヒノキね、はい、はあはあ、電光石火の石火ですよね。字が違うんですよ。いや、もう素人だから。石に化けると書きます。石に化ける。はい。あ、なるほど。あ、でも別に石になるわけじゃないです。なるほど、はい、石に化けるね。化け学の。あ、そうです。化け学の化け。はい。ストーンケミストリーですね。ストーンケミストリー。なるほど、石化ヒノキ。はい。ほう。名前の由来は何なんですか。まあ、石化というのが性質のことなんで、はい、石化という性質のこと。あ、性質ね。はい、はい、はい、はい。でも石になるわけじゃないと。石になる性質ではないんです。ああ、なるほど、はい。難しいですね。こう、葉っぱが細かいっていう意味です。ざっくり言うと。ざっくり言うと。はい。なるほどね。じゃあ、はい。どうしますかね。そうですね。とりあえず、じゃあ、お願いしていいですか。はい。まず、こういう場合は、そうですね。何から始めていったらいいんですかね。まずこう盆栽っていうのは、はい、正面というものがあるので、はい、まあ、正面がどこかっていうのを、はい、はっきりと見定めて、はい、それが決まったらこう枝を剪定して。なるほど。ちょっと見せてください。はい、いろいろね、角度がありますよね。はい。これ正面が、はい、決まってないっていうとただの鉢植えになっちゃうんですけど。なるほど。盆栽って言ったらやっぱりきちんと前から眺めるものなんで。なるほど。その正面っていうのが大事ですね。はい、はい。ちなみに、はい、この辺です。ここが正面。はい、ああ、なるほど。そうですね。はい、こう幹のうねりというか。そうですね。この辺がはっきり見える感じがしますね。はい、はい。この一番頂点の部分、はい、まあ、この辺りの枝だと思うんですけど、はい、これが頭といって、はい、その木の、まあ、人間で言っての頭の部分なので、はい、この頭が、はい、少し正面側に、はい、こう横から見たら出てるっていうぐらいの、位置が望ましい。なるほど。自分の正面から見てちょっと手前に倒れてるようなイメージですか。そうですね。なるほど。はい。じゃあまず何を正面が決まったところですね。あ、正面の印でもつけておきますか。あ、印を。はい。なるほどですね。チョークで。なるほど。それここ。ここよ。ない場合は油性ペンでもいいわけですね。あ、チョークがない場合は、まあ、万が一ない場合は油性ペンでも、油性ペンでいいですか。ずっとここよが残ってますけど、ここは一切感知しませんので。なるほど、はい。ここ見えますか。はい、何でしょう。これ何ですか。なるほど、アイアイガサですね。木です。なるほど、はい。で、まあ、今これ全ての枝がこう、はい、万歳してるんですけど。なるほど。これはまあ、はい、少しこうこういう風に、はい、万歳って言ったらこうですから、はい、これをきちっとこう伏せて、はい、こういう風な枝を作っていきたいんですけど、はい、
こう伏せた時に、はい、こういう風に真下に出る枝とか、なるほど、こうちょっと方向悪いやつとか、はい、こういう風なのが必ず出るんですよ、はい、それを先に切っておくっていうのが大事です。なるほど。ちなみにじゃあ剪定の道具をちょっと教えてもらっていいですかね。どのようなものを使われるんですか。これいつも剪定に使ってるんですけど、はい、なるほど。あら、かわいい。そうなんですよ。カラフルで。カラフルで。はい。女の子受けしそうな感じですね。そうかな。そうなんですか。それがじゃあ。これ軽いし、安いし、はい、切れ味いいし、はい、言うことないしね。まあそうですね。はい。はい。名ぶどうバサミ。ぶどうバサミ。はい。なるほど。ぶどう殺しと呼ばれている。はい。もう別に。殺しじゃダメじゃん。もう見たことないですよね。なんか盆栽。盆栽用ではないんですよ、ね。よく切れるんですよ。なるほど。スパッと。ほう。めっちゃちまちま言ってますけど。いや、ほらほら。スパッていうのが。なるほど。ね。それ、それぐらいなら100均でも切れるような気するんですけど、ね。剪定作業ということで。ああ、剪定でしたね。はい。こういうところを見てもらったら。はい。ちなみにどういうところですかね。こう枝が、はい。こう、1、はい、2、3、4、はい。ってこう、並んで、はい。ひっついて、はい。こう密集してるんですよ。はい。まあ大体。よければ、鉢を傾けてもらってもいいですか。こういう感じ。ああ、そうですね。ああ、1、2、3、4、はい、そうですね。この辺が密集してますよね。はい、大体こういうことになるんです。この辺なんか、はい、いっぱいいっぱい出てて。なるほど、そうですね。で、これをまあ均等な間隔に間引くっていうのも剪定の役割です。なるほど。じゃあこの辺、はい、この辺だと、もうこのこれとこれの、はい、もう間にはもうここ狭すぎるんで、はい、こういうやついらないんですよ。ああ、間に生えてる間っていうか、まあ隙間、隙間一緒か。でもここはまあこういうふうにこう伏せてくるわけですね。はい、はい、イメージではそうそういうふうに下ろしてきて、今の万歳されてるのをちょっと下ろしてくる。そうですよね。まだ完成もしてないのに万歳してるっていうね。あ、そうですね。完成してから万歳しろっていう話ですもんね。そうですね。違ってたら違うでいいんですよ。いやいやいや、まあでもその通りですよ。そうですか。あ、でも木はもう万歳したがりますから。なるほど。はい。もう絶えず人がこうね、こうやって世話するんだったら、はい、こうずっと万歳したいですから今日。なるほどね。これもう絶えずこう下ろして下ろしてっていうのは、はいはい、まあでもこんなんもあれですよね、いいですよね。いつもなんか一人で、ね、ああ、そうですね、されてるじゃないですか。いや、もう本当に孤独ですよね。ね、僕もまあ一応盆栽サルベージの、はい、数少ない登録者の一人なので。ちょっと増えたよ。そうですか。はい、全国、まあ、少ないけどね。あ、3人のうちの一人なので。ちょっと情報が古いよね。あ、そうですか。はい、すみません。これはちょっとあれだな、必要な枝だと思うんですけど、はい、長く伸びすぎちゃってるなぁと思いますね。なるほど。だからできる限りこう短くできるとこまでしといて、はい、あ、してた。え？失敗した。まあいいわ。ど大丈夫です。この辺は長いんですよ。うん、どうやったって。でもヒノキの魅力ってどんなとこなんですかね。ヒノキの魅力はまあ日本の心を、日本の心を、はい、網羅してる。網羅している。網羅してないですね。すべてが、
いやでも、まあ、日本の心は、まあ確かにその多分日本人のもう生活にこうもう古くからこう関わりがある樹木だと思いますから、大胆に、まあ、じゃあ石化ヒノキの魅力で言ったら、はい、もうなんか本当にこう超細かいんですよ。なるほど、超細かいですね。超細かいですよ、はい、で盆栽って、はい、その自然の外の木みたいに巨大じゃないじゃないですか。そうですね、はい、だけどこう古くていい盆栽っていうのは、はい、そんなに巨大じゃなくてもものすごい巨大に見えるというか、なるほど、そういうふうなこう縮尺をこう人間の方が感じちゃうものなんですけど、はい、こんだけ緻密だと、はい、より一層その縮尺が縮尺作用がこう相まって、はい、ものすごいこう大きな木に見えるっていう。なるほどね、はい、もうなんかジオラマみたいな。ああ、わかりますね、それは確かに。でしょう。うん。こう、めっちゃ暑いですねっていう、こう、決まりの話が、はい。したかったんですけど、はい。今日に限ってちょっと涼しいっていう。じゃあ、暑い手でいきましょう。いや、今から めっちゃ暑いですね。ちょうど今携帯に熱中症警戒アラートが出ましたね、これ。ああ、そうですか。暑いですね、やっぱり。これだいぶさっぱりしてきましたね、最初から。さっぱりしてる、なんか、そうだな、枝がな、こういうの切ったら。僕も一応ね、はい、まあ、商品サイズとか、はい、ミニ盆栽みたいなサイズは何鉢かちょっと持ってたりはするんですけど、はい、ね、こういう素材から買ってきて、はい、またね盆栽に仕上げてって、ね、自分でできるようになったらまた愛着が湧きますよね。そうですね、盆栽時間かかるんで、いい盆栽作ろうと思ったらこう時間かけないとできないですけど、はい、まあ、その時間をどうかけるかっていうところで、はい、こうきちんとした手入れをしての時間と、はい、ただなるほど置いておくだけの時間と、はい、それはもう天地の差を生んでしまうんで、でまあ僕はサルベージュサルベージュ言って、はい、こうそんなサルベージュサルベージュ言ってるんですか。あんま言ってないけど適切な手入れがされないまま時間が経過しちゃって、はい、こう盆栽の道をこうそれてしまったというか、はい、そういう木をこうまたちゃんと盆栽の道に戻してやろうっていうのが救済しようと、そういうことですね。なるほどですね、だいぶさっぱりしましたね。そうですね、はい、どういったポイントで、ポイントただ小さくしただけですもうこれなんかまだいい枝です、はい、あの、はい、この辺きちんと枝が飛ばずにあるんですけど、はい、もうこの枝なんかこう途中がなかったりとか、それからここもぽっかり空間が空いちゃってるんですけど、はい、ここ開かないようにこう上の枝でも配置しておけば今頃はあっただろうなとか、はいろいろそういうウィークポイントが、まあその辺がポイントですかね。じゃあ針金かけ、はい、行きましょう。お願いします。はい、じゃあこう枝をなるほどちょっと下げてみますか。はい、はい、お願いします。この辺まだもうちょっと針金かけておきますけどね、はい、なかなかこのね形作るのが難しいですよね。形をつける時の気をつけていることとかありますか。まあこの木なんかやっぱり枝が不十分なんで、はい、もっとじゃあ将来これぐらいになればいいなっていう、こうイメージをこう持ってちゃんと
枝を配置して。なるほどですね。多分画面にマーカーが出てると思います。こうなったらいいな的なね。マーカー僕わかんないんだよね。マーカーの仕方がわからない。教えてほしいよ、本当。誰か教えてほしいわ。そうですか。これカメラに直接マーカーしていいですかね。それはみんな見れない。僕しか見えない。あ、そうなんですかね。そう。この針金、ね、はい、見ると痛そうとか木が、そうそうそう、はいはい、そういうそうおっしゃる方って結構いる気がするんですよね。はい、まあ、意外とこうすんなり受け入れて、そうですね、縛られたい願望がないわけでもないので。何の話ですか。いや、違いました、すいません、すいません、あ、盆栽の話。盆栽ですもんね。あ、はい、すいません、すいません、痛そうです。変わってあげたいなと思いますね。まあこんなもんでしょう。こんなもんですか。できましたか。ここよ。ああ、いいですね。なんか盆栽っぽい形。盆栽になってきましたね。はい。多分なんかこの辺にね、ビフォーの写真が出てるとは思うんで。そうですね。今頃出てるかと思います。はい。見比べていただければ。はい。ね、全然変わりましたね。地層付けしたっていう感じなんで。はいはいはい。本当にここから時間かけないと良くならないし。なるほどですね、はい、不思議なもんでこう万歳してたのを下に広げることで、はい、こう力がこう抑制されて、はい、上に上に伸びようとしていたのが、はい、広げた枝にこうたくさん芽を持つようになるんで、そうですか、はい、自然とこうモコモコとあしてくるもんなんですね、これが。なるほどですね、はい、はわかりました、はい、じゃあ続いてはどうなりますか。まあせっかくなんで、もう、はい、鉢もちょっと可愛いのに植えて、はい、ちょっともう探してきたんですけど。あ、そうですか、はい、まあ、こんなんでどうかなと思いました。なるほど、はい。これはどのようなテーマとかあるんですかね。テーマというか、ちょっとこう見た目が、はい、こうちょっと変わってますよね。そうですね、まあ、初めて見ました。中にね、ちょっと虫もいるし。そうそうそう、虫いました。あ、今出ましたね。今出ました、はい、出ました。ここにいます。あ、そこいますか、はい。その子、はい、ちげ、ああ、ちょっと後でちゃんとお家に返してあげないと。自分で帰りますよ。ですか、はい。で、このなんかほくろみたいなのがあるでしょ。はい、これが、はい、病って言うんですけど。病、はい、これは秒打ちって言うんですよね。秒打ち、はい。ちょっとあの太鼓みたいでしょ。はい。和太鼓みたいかなと思って。今回あの雷様みたいですね、確かに。あ、雷様ね。なるほど。はい。まあ、今回のあの最初ヒノキの魅力というところで、はい。あのまあ、日本の、うん。魅力を思っ、なんて言いましたかね。日本の心を思い出してください。日本の心を網羅している。網羅している。というところがあったので、はい、なるほど。あの、もう全てが詰まっていると。そうですね、はい。これで網羅しようかなっていう。なるほど。じゃあ網羅しちゃってください。はい、はい、網羅します。お願いします。